今回紹介するルアーはスミスカクーンです。98年発売のハトリーズシリーズのペンシルベイトです。なので当然羽鳥静雄さんのデザインです。ペンシルベイトとしては珍しくサスペンドモデルもありました。さらにシーバス用のカクーンシーバスというモデルはシンキングでした。シンキングモデルといっても現在の新ペンのようにリトリーブで使うのではなく水面下で首を振らすことを想定して作られたようです。今回紹介するのはバス用のフローティングモデルです。名前の通り急角度に長いスケーティングをするペンシルベイトです。ただし慣れていないと動かしづらいと感じるかもしれません。アトリーズのペンシルベイトは慣れないと動かしづらいけど上達すれば素晴らしい動きをしてくれるルアーが多いです。誰にでも簡単に動かせると歌ったペンシルベイトが多いですが、逆にハトリーズはある程度腕を必要とするようなペンシルベイトが多いです。使い込めば確実に上達するのでこんなルアーもあってもいいと思います。サスペンドモデルは結構重量があって飛距離が出ますが、フローティングは特別よく飛ぶといった感じではないです。ただサイズ感は大きくも小さくもないようなサイズで、いろいろなフィールドで使いやすいと思います。1点注意点があって、リアのウェイト化の取り付けが悪いものが多いです。新品の時点でグラグラしているものもあったので、中古で買うときは注意してください。一応今まで魚をかけてエイト缶が抜けたり浸水したことはありませんが、ここからボディが割れてくることがあるかもしれません。このくらいのサイズのペンシルベイトはウォーキングタイプが多いですが、このルアーは長いスケーティングを見せてくれます。カラーもハトリーズらしい個性的なものばかりなので、興味があったら試してみてください。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。